群衆事故とは無秩序な集団によって発生する事故の形態である。災害によって誘発されたパニックの際に発生しやすいことはよく知られるが、パニック状態ではない時に発生することもある。群衆事故は特に統制外し誘導されていない人の群れの流れが様々な要因で事故に発展した状態である。例えば、通行の邪魔になる物品が通路上にあって流れが滞留したり、または、 ボトルネックが存在して滞留しやすい場所が存在し、これが災害など他の要因で人の流れが加速した際に許容量を超えて滞留場所に人が殺到、その場にいた人に甚大な被害を与える事故などが典型的なケースである。ただ、災害など強い突発的なストレス要因などが発生し事態が急変した場合以外でも、赤紙花火大会歩道橋事故のように、 継続的なストレスを受け、些細なきっかけから、均衡状態が崩れ事故に至ったケースが知られている。同事故では、降落客らが進むことも戻ることもできないことから、イライラしている状態にあったところに、予定されていたイベントの終了に伴ってさらに人が、流入、飽和状態から、身動きが取れなくなり、体調を崩す者も,も出たほか、喧嘩などの混乱も加わって正義倒し状態となって、 多数の死傷者を出した。こういった混乱は、都市部などでは深刻な事態を引き起こす傾向もあるため、都市計画や建築物の設計段階でも、回避策が検討される。例えば公共施設などでは、その出入り口に設けられた扉に普段は、開け閉めできるが、非常時には、全面開放でき、ボトルネック化しないよう設計されたものが見られる。こういった事故の予防のために、 コンピュータを使ったシミュレーションも盛んである。流体力学的な側面もある。同分野だが、この中では、意図的に人の流れを阻害する、ボトルネックを設置したり、あるいは、一人が転倒するや、些細な行き違いから喧嘩が発生するなどの、偶発的な要素で発生し得る、対流の状況を数理的に再現。これが、全体の流れに、どのように影響するかをシミュレーションするのであり。 近年では、駅や商業施設の動線配置の設計などで利用されている。社会学の立場で警備業研究を展開している。田中俊人は、群集事故の変遷と警備体制の強化を考察した論文を発表している。京都駅古線橋点灯事故を報じる大阪毎日。新聞詳細は、事故の一覧群集事故を参照。田中俊人。 雑踏事故及びその対策の専門家をめぐる問題。雑踏警備業務の社会学。現代の社会病理。99から116。2009年。日本社会病理学会上海将棋直し。近券は関連性なし。警察。事故後ばらまき死者は若者大半。ありがとうございます。